ニルス・オーラブは、イギリス・スコットランドのエディンバラ動物園にいる、王様ペンギン。ノルウェー陸軍、この絵部隊のマスコットであり、2016年時点で、順将の階級と騎士号を有する。ノルウェー陸軍、この絵部隊を越平するニルス・オーラブ2世、名誉連隊長。1961年に、エディンバラで、軍楽隊の祭典が開かれ、そこには、ノルウェー陸軍、 この絵舞台も参加していた。その際、ニルス・イゲリアン中尉は動物園でペンギンに興味を持ち、1972年に舞台が裁縫した際に舞台のマスコットにすることを働きかけた。これが認められ、当時のノルウェー国王、オーラブ5世にちなんで、ニルス・オーラブとの名前が与えられ、1972年に上等兵の階級で舞台のマスコットとなった。その後、 舞台が祭典のためにエジンバラを裁縫するたび、ニールス・オーラブは昇進していき、1982年に、五朝、1987年には、軍曹となった。軍曹に昇進して間もなく、ニールスは死亡したが、引き続きニールス・オーラブ2世が指名され、マスコットは継続され、1993年には、連隊上級総長、2001年には、 名誉連隊上級総長となっている。2005年8月18日に、ニルスは名誉連隊長の称号が与えられ、エジンバラ動物園に銅像が設置された。2008年8月15日には、ニルスオーラブに対し、ノルウェー国王ハーラル5世より騎士号が授けられている。その後、ニルスオーラブは3世が指名されており、2016年8月22日には、ノルウェー陸軍、 この絵舞台50名が参加しての滅平セレモニーが行われ、順将に昇進した。ありがとうございます。